私が男性の大獄の祭壇、月照上人と受水自殺を図り、私だけが生き残ったのはご存知でしょう。そのことで私は武士としてまた人として大変苦しみ悩みもした。その後藩の命令によって奄美大島へと旅立ち、島の生活の中で天命というものについて一生懸命考えもした。悩みに悩んだ挙句、私は自分一人だけが生き残ったのはまだ自分にはやり残した使命があるからだと考えもした。だからこそこうして天によって命を助けられたのだと思うようになりました。そして敬天愛人という私の座右の銘に行き着き申した。敬天愛人とは、天は我にも人にも平等であり、天を敬うということは全ての人を愛するということにつながるということです。